パリのエッフェル島は構造工学の歴史的な功績構造工学は市民工学の基幹分野であり、そこでは構造エンジニアは人工の構造型と体を作り出す骨と筋肉を設計するために訓練される。構造技術者は建築物及び非建築物構造物の安定性、強度及び合成を理解し計算する必要がある。建築構造設計は建築家や 建築サービスエンジニアなど他の設計者の設計と統合されており、多くの場合現場の受け負い業者によるプロジェクトの建設をも監督する。また、構造的完全性が機能と安全性に影響を与える機械、医療機器及び車両の設計にも関与する可能性がある。構造工学の要望集を参照。構造工学理論は適用された物理法則と 様々な材料や形状の構造性能に関する経験的知識に基づいており、構造工学設計では複雑な構造システムを構築するために比較的単純な構造要素をいくつか採用し、構造エンジニアは目標を達成するために資金、構造要素及び材料を創造的かつ効率的に使用する責任がある。建築家。 ヨーン・ウッツソンとアラップによる構造設計によるシドニー・オペラハウスイギリス、ロンドンのミレニアムドーム、リチャード・ロジャースとビューロー・ハッポルド世界で最も高いビル・ドバイ・ブルジュ・ハリファ構造建築工学には建築設計に関連するすべての構造工学が含まれ建築と密接に関わる構造工学の一部にや。構造建築工学はその機能要件を満たし、 それが経験で合理的に予想されるであろうすべての負荷を受けたときに構造的に安全である目的を達成するための材料と型の創造的操作と基礎となる数学的および科学的アイデアによって主に推進される。このことは建築デザインとは微妙に異なる。建築デザインは美的、機能的、そしてしばしば芸術的な目的を達成するために素材や形、 マス、スペース、ボリューム、テクスチャー、そしてライトといった創造的な操作がなされている。建築家通常建築設計の主任設計者、構造エンジニアがサブコンサルタントとして従事しており、各分野実際にデザインがリードする。ただし程度は構造のタイプによって大きく異なるが、多くの構造物は構造的に単純で、 多層のオフィスビルや住宅などの建築がそうした手導がなされている。一方、引っ張り構造物、シェル、グリッドシェルなどの構造物は建築家の案よりも硬、強度によって形状に大きく依存し、そしてそれゆえに、神秘的なものへの影響がかかる。建物の構造設計では、建物が安全に立ち上がること、構造要素の疲労、固定具の割れや破損、建具の不快感、 または居住者の不快感などの原因となる角のたわみや動きなしに機能できることを確認する必要がありそれは温度、クリープ、ひび割れ及びかされた負荷による動きと力を解析し証明しなければならずそれはまた設計が材料の許容製造交差内で実際に構築可能であることを確実にしなければならない。そして建築が建築として発揮することができなければ ならず、建物サービスは建物及び機能の中に収まるようにしなければならない。近代的な建物の構造設計は非常に複雑になる可能性があり、多くの場合、完成するには大規模なチームが必要である。関連工学地震工学を加味した構造物は地震に耐えるように設計されたものである。耐震ピラミッドエル・カスティージョ・チチェンイツァ地震工学の 主な目的は、構造物と揺れている地盤との相互作用を理解し、起こりうる地震の影響を予測し、地震に抵抗する構造物を設計し構築することである。耐震構造は、蒸気のチチェンイツのエルカスティーオピラミッドのように、必ずしも極端に強くするというわけではない。地震工学の一つの重要な道具は免震であり、それは、 構造の基礎が地面とともに自由に駆動ことを可能にする。土木構造工学には建築環境にも関連するすべての構造物が含まれる。それは以下の通りなど構造エンジニアがこれらの構造体の設計者であり、多くの場合一設計者であり、このような構造物の設計では構造上の安全性が最も重要である。土木構造物は 温度の大きな変動、波や交通などの動的負荷、水や圧縮ガスからの高圧など、非常に極端な力を受けることがよくありまた、会場、工業施設内、または地下のような腐食性環境でもしばしば建設がなされる。車バイク構造工学の原理は、様々な機械的構造にも適用でき、静的構造物の設計は常に同じジオメトリを持っていると仮定するが、稼働、 または、移動構造物の設計は、疲労、過重に抵抗する方法の変化、及び構造物の著しいたわみが考慮すべき事項である。機械の各部分が受ける力は大きく異なる可能性があり、大きな速度で変化する可能性があり、ボートや航空機が受ける力は非常に大きく変化し、構造物の寿命までの何千回もかかるため、 構造設計は、そのような構造が、設計寿命全体にわたって、破損することなくそのような過重に耐えることができることを、保証する必要がある。世界最大の旅客機であるエアバス A380、構造解析の詳細な理解における、ミサイルニーズの設計航空宇宙構造のタイプには、ロケット、ミサイル、極超音速機、軍用機、及び、 民間航空機など航空宇宙構造物は通常外面用の補強材を備えた薄い板、形状を支える隔壁及びフレーム、並びに部品を一緒に放置するための溶接部、リベット、ネジ及びボルトなどの固定具からなる。ナノ構造は分子構造と微視的構造との間の中間サイズの対象である。ナノ構造を説明する際には、 ナノスケールの次元数を区別することが必要である。ナノテクスチャ表面はナノスケールで一次元を有する、すなわち物体の表面の厚さのみが0.1から100の間である。ナノメートル。ナノチューブはナノスケールで2つの寸法を有する、すなわちチューブの直径は0.1から100の間である。ナノメートル。その長さははるかに長くなる可能性があり、最後に 球状ナノ粒子はナノスケールで3次元を有する。すなわち、粒子は0.1から100の間である。各空間次元のナノメートル。ナノ粒子および超微粒子という用語はしばしば同義語として使用されるが、ユフップはマイクロメートル範囲に達することができる。ナノ構造という用語は磁気技術を指すときによく使用される。医療機器の設計には、 構造工学の深い理解が必要医療機器は、病状の診断、監視、または治療を支援する、要構造設計されるが、いくつかの基本的なタイプがあって、診断機器は、診断を援助するのに使用される、医療画像機器を含む。機器には、輸液ポンプ、医療用レーザー、レーシック手術機器が含まれ、医療モニターは、医療スタッフが患者の病状を測定することを可能にする。 このモニターは患者のバイタルサインや育具、衣具、血圧、血中の溶存ガスなどの他のパラメータを測定でき、診断用医療機器は特定の目的のために、例えば新生糖尿病の管理のために、家庭で使用できるようになっていく構造体である。バイオメディカル機器技術者は医療提供システム構築に重要な役割を担う。主に病院で雇用されているブメットは、 施設の医療機器の構造メンテナンスを担当するものである。コラムは軸方向の力のみ、または軸方向の力と曲げの両方を伝達する要素。柱の設計は要素の軸方向の容量と雑屈の容量をチェックする必要がある。雑屈容量は雑屈する傾向に耐える要素の能力です。その容量はその形状、材質、 および柱の有効長に依存し、柱の上下の高速条件によって異なる。コラムの軸方向荷重を支える能力は、コラムが受ける曲げの程度によって決まり、これは相互作用図で表され、複雑な非線形関係である。IID コールマウェイブス小さなベルト、I、デンマークのトラス橋張りは、一つの寸法が他の二つの寸法より、はるかに大きく、 加えられた荷重が通常は要素の主軸に対して垂直である要素として定義される。量と柱は線要素と呼ばれ、構造モデリングでは単純な線で表される。量は純粋な曲げのみを伝達する要素で、曲げると両断面の一部が圧縮され、他の部分が張力になり、圧縮部分は雑お及び潰れに耐えるように設計されなければならず。一方、 引っ張り部分は張力に十分に抵抗できなければならない。米国ミズーリ州セントルイスの行端によるマグダネルプラネタリウムミズーリ州セントルイスにある高さ630フィートのステンレス製ゲートウェイアーチトラスはメンバーと接続ポイントまたは濃度を含む構造で部材が接点で接続されていて接点に力が加わると部材は緊張状態または 圧縮状態で作用し、圧縮状態で作用する部材は圧縮部材または支柱と呼ばれ、一方、引っ張り状態で作用する部材は引っ張り部材または体と呼ばれる。ほとんどのトラスは交差要素を接続するためにガセットプレートを使用しているが、ガセットプレートは比較的柔軟で曲げモーメントを伝達することができないため、接続は 通常部材内の力線がジョイントで一致するように配置されて、トラス部材を純粋な張力、または圧縮状態で駆動させる。トラスは通常大スパン構造で使用される。忠実の梁を使用するのは不経済となる。プレートは二方向に曲げる材。コンクリート平板はプレートの一例である。プレートは連続体力学を使って理解できるが、 複雑さのために最も頻繁に体系化された経験的アプローチ、またはコンピューター分析を使って設計される。また想定崩壊メカニズムが崩壊荷重の上限を与えるように分析される幸福線理論で設計することもできこの手法は実際に活用されているが、この方法では考えられない崩壊メカニズムに対して上限、すなわち 崩壊荷重の安全でない予測が提供されるため、想定崩壊メカニズムが現実的であることを保証するために最新の注意が必要である。シェルはその形態から強みを引き出し、二方向に圧縮力をかける。ドームはシェルの一例である。純粋な緊張状態でカテナリーとして機能する釣り鎖モデルを作り、純粋な圧縮がかかるよう形を反転させることで、 設計することができる。アーチは圧縮力が一方向にのみかかるため、石像でアーチを作るのが適切である。力の水力の線がアーチの深さのうちに残ることを保証することによって設計されており、ある時にはあらゆる構造物でその豊かさを増すためにも活用されている。懸水線はその形から力を引き出し、たわむことによって、 横方向の力を純粋な緊張状態でかかるが、ほとんどの場合ケーブル、または布地構造である。布地構造は、に方向カテナリーとして機能する。構造工学は、様々な材料が荷重を、どのように支え、抵抗するかを理解する、材料とその特性の知識に依存している。一般的な構造材料は、次の通り。性的に決定された単純に指示された針で、 均等に分布した荷重の下で曲げる。どの構造も基本的に少数の異なる種類の要素のみで構成されている。これらの要素の多くは形状と次元で分類される。ありがとうございます。